点がずらせねえな。そうすると？え？あ、分かった分かった。もっと簡単なのってことか。なるほどね。604.7。ねえ、待って待って、64か。ここは筆算書かなくていいよね、はい、点1個ずらせばいいからね。だから掛け算と足し算はあの順番どっかやってもいいわけじゃん。掛け算は例えば 17×5×2 とかあったら、まあ、これ掛けてからやってもいいけど、こっちで10作ってからやったら170だなって筆算書かなくて暗算できるじゃん、はい。